どうぞお座りください。私たちを愛して十字架にかかり3日目に死ぬ力って蘇ってくださった主に期待しながら、イエス様に期待しながら御言葉に行きたいと思います。おはようございます。おはようございます。まあ、一般的にはおめでとうございますと言いますけども、まあ、うちではもう11月に新年が始まっているのでおめでとうございますとは言いませんけども、あ、でもですね、今日誕生日なんだよね。あ、違うんですか。あ、違うんですか。じゃあ、あれは間違いなんですね。誕生日だったらおめでとうございますと言えるんだ。そうなんです、間違いなんですね。はい、それではですね、しかし新しい年が始まりましたので、ね、多くの日本のためが偶像礼拝をするこのところという時にですね、誠の神様を礼拝できるという恵みを本当に心から感謝したいと思います。で、2015年も神様がたくさんの祝福を用意していますので、その祝福をですね、神様から受け取ることができるようにしていきたいなというふうに思っておりますけれども、今日は、ですね、それからちょっと、ね、入る前に、先週です、先週か、29日だから、あ、29日以降初めての礼拝なんだね。臨時座が変わったこと分かりますかね。はっきり変わったんですね。それは何かというとね、29日にですね、日本の礼の大会をずっとやってきてて、そのいろんなポイントがあったんですけども、その最後のポイントが終わったんですね。この後まだ東の果て、北の果て、南の果てがあるので、それで完了するんですけども、いわゆる場所としてはですね、ポイントだったところをね、終わりまして、なんかはっきり礼的な流れが変わったことを今感じております。まあ、一方でスコアをアタック受けている方もいるかもしれませんが、それは心が大きいからで、マイナスには取らないでほしいと思いますね。祝福の前にはいろんな声があるからですね。で、明らかに神様が、ね、次のことをなさろうとしていることを覚えます。その中でもう一度今年度与えられた御言葉を見てみたいと思うんですね。先ほど開きましたスティエジプト記の34章ですけれども、ですね、10節のところの後半、ね、ここに書いてありますから皆さん、こっちにも出てますし、後半ね、後半、あなたと共にいるところ、こっちでも好きな方見てください。それでは、ね、一緒に言います。 1-3、 あなたと共にいるこの民は皆主の技を見るであろう。私があなたと共に行うことは恐るべきものである。それでこのあなたのところを私に変えて読みましょう。自分のことと思って、自分と自分の家族と思ってね、あなたを私にしてね、ここの私は私のままね、あ、私だ、これは神様ですね。あなたを私にして、私を神様にして、いいですかね。1-3、私と共にいるこの民は皆主の技を見るであろう。神様が私と共に行うことは恐るべきものである。アメン。あ、フィリピンの人すいません、日本語で。で、これが今年度与えられた御言葉で、もうすでに何度お話しましたけれども、これに主の技を見ると、でこのためと私たちのことを意味しますね。イスラエルでパウロ牧師を通して語られましたので、私たち、そして神様が私たちと共に行ってくださることは恐るべきもの、これいい意味でです。思わずも誠の神を恐れたくなる、本当にまさに人々が神を恐れたくなるような主の技をしてくださるっていう意味の恐れってことですね。まあ、そういうことを書いてあるわけですけども、それが今年の約束です。でこの約束を受けるにあたって3つのことをね、ちょっとお話したいと思います。一つはですね、これを受けた時のイスラエルの民、この聖書から言えば、前も話しておりますが、この時イスラエルの民は立派に従って素晴らしかったから受けたわけではないんですね。この御言葉を学ぶ前どうだったかというと、これはね、ちょうど2回目にモーセが10回もらってきた板を、このイスラエルの民がグードレハしたから怒ってね、割っちゃう、ね、壊しちゃう。でもう1回 10回もらうためにこの板を2枚持ってシナイ山に登っていくんですね。で10回をもらうわけですね。でその時のことなんですね。ちょっと前から言いますと、4節から開けてくれますか。4節からね、そこでモーセは前のと同じような2枚の石の板を切り取り、翌朝早く主が命じられた通りに2枚の石の板を手に取ってシナイ山に登ったと。シナイ山に、ね、もらいに行くわけです。で主は5節、雲の中にあって降りてこられ、彼と共にそこに立って主の名によって宣言されたと。で御言葉をくださるんですが、その時こう言うんですね。主は彼の前を通り過ぎると宣言された。主は憐れみ深く情け深い神、怒るのに遅く、恵みと誠に富み、恵みを千代も保ち、咎と背きと罪を許す者、罰すべき者は必ず罰して報いる者。皆さんどうぞ自分で、復讐しないように。神が罰すべき者は罰されますから、ね、そして父の咎は子に、この子に三代に四代に、咎に関しては四代に来ますけど、祝福は千代ですね。で8節、モーセは急いで父にひたまずき、復讐を拝んでこう言ったわけですね。モーセは、ああ主よ、もし私があなたの心にかなっているのでしたら、どうか主が私の中にいて住んでくださいますようにと、一緒にいてください。この後ですよ、確かにこの民、この被災の民は
うなじの怖い痛みですが、ね、うなじが怖いというのはね、かたくなで、従わない痛みという意味です。どうか私たちの咎と罪を許し、私たちの ご自身のものとしてくださいますようにと。咎と罪を許して神様のものとしてくださいってこう悔い改めて憐れみにすがったんですね。そしたら神様がね、なんて言ったかったらこれを言ったんですね。その前の言葉をちょっと言いますと、今ここで私は契約を結ぼう。契約っていうのはですね、破れないんです。人間は約束を簡単に破りますが、神様はこう旧約という新約の時、契約なんですね。契約っていうのは、ちゃんと一般的に言えば書類を作って約束して、それたらそれに縛られるんですね。で、神は契約したことを破れない。もうちょっと言えば偏無契約って言ってですね、こっちが破っても向こうは破っちゃいけない契約なんですね。うんと分かりやすく言えば。神様は約束したことを決して破らない。その契約を結ぼうって言って、私はあなたのため全ての前で、地のどこにおいても、またどの国々においても、かつてなされたことのない苦しいことを行おうと言ってこれを言ったんです。だから、この一切のために、かつてなされたことのない苦しい技を行うよ。そういう種の技と恐ろしいけど行うよって言ったわけですね。で、その時に、これは前も言いましたけど、すでに10回をもらって、10個の、ステップとする前に10個の奇跡ね、アブが飛んできたり、氷が降ってきたり、最後はウイグは全部殺されたりね、イスタイの言った身代わりに、ステージの時の前に10個の奇跡があるんですけど、すごい奇跡がね、最後は後悔が終わるわけですね。後悔の前まで来て後悔したら後悔が終われて助かるんですけども、後悔が終わるってね、すごい奇跡。またエクサダスって映画があるそうですけども、なんか、すごい奇跡ですね。で、そのすごい奇跡よりも、もっと苦しい奇跡を行うよって言ったわけであります。で、面白いのはここで、彼らはうなじの怖い民だったんですよ。実際そうでした。だから彼らは、すごく従って立派だったから祝福してあげるよじゃなくて、ものすごいうなじが怖かったけども、モーセが悔い改めた時に祝福するぞって言われたんですね。で、今日一つ目ね、神様を祝福してくださいますが、皆さんね、私たちは残念ながら祝福を受けるにふさわしくないんです。2014年を振り返ってですね、いやもう私はもう立派だった、従えた、すごかったということも恵みによってあるでしょうが、それとともに、なんかが穴があったら入りたい、なくても掘って入りたいっていうようなね、失敗や不従順や恥ずかしいことっていっぱいあると思うんですね。失敗や弱さを本当に主の前に出して悔い改めること、罪を認めて罪から逃げない、罪と向き合って、本当に神様、私はこういう弱さがあってどうしようもないものですって神の前に差し出して悔い改めること。で、悔い改めって落ち込みません。神の前に悔い改める人は神の前に悔い改めないから落ち込むんです。いつまでも逃げていても、この深いところに引っかかっていて引っかかる。本当に主の前に差し出したら、主はもう許しとあるから、その許しが流れてきて、すごい希望と信仰が湧いてきます、悔い改める人は。で、どうぞ皆さんね、一つ目ね、まあ、念頭にいけない悔い改めっていうのは嫌かもしれませんけど、祝福だから、もう許されてるから、そこに祝福が待ってるから、本当にね、こう悪かったことやマイナスや罪とか、そういうことと向き合ってきちっと主の前に悔い改める、そしたら祝福ってことをね、まず知ってほしいね。これが一つ目ね。でね、で、まあ、今日は長く話さないって決めてるから、二つ目は何かというと、この時ね、苦しい技を行うって言ったら一番分かりやすいのはね、さっきも言ったように後悔の、ね、割れたところなんですね。ステージの時に後悔割れた時、神に従った結果、後悔の前に来て、後ろにエジプト軍が迫ってきてね、もう明日になったらエジプト軍が来て殺されると、前は後悔で渡れないというね、まあしつこいけど後悔したような状況だったわけですよね。つまり最悪になったわけですよ、絶体絶命に。ところがその後に、絶体絶命の後に、神様が、まあ、手を伸ばせ、手を出せって言ってね、出したら後悔が割れたんです。つまり最悪の後に奇跡が起こったんです。で、私たちはこの地上に来ている限り、イエス様を信じたら順風満帆で幸せばっかりだった、そうではない。この地はサタンの支配下にあるし、人間は罪人なので、クリスチャンになっても罪人なので許されているけれども、だからいろんな失敗があるし、時として本当にもうおしまいだと思うような絶体絶命とか起こるんです。で、問題はね、そこから始まるんです。クリスチャンってのは十字架があるから、もう最悪っていうところから、まあね、そこから逆転が始まるんです、十字架が。で、この苦しい技、恐るべき技っていうのは、そのもう最悪と思えることから起こってくる。で、失敗した人は期待してください。で、今年もしそういうことがあったら落ち込まないで、なんで恐るべきことわざって言われたのに、なんでこんなことかっていう人は、その後にすごい祝福と逆転が待っています。で、その鍵は何かというとね、その時にそこで本当に感謝をしてほしいですね、その人はね。で、これはね、肉にはできませんし、感情も伴わないかもしれません、最初はね。
でもそこでこれ信仰なんですよ。感情も伴わないし頭は理解できないけど、とにかく聖書の言葉に立って、ね、神様きっとここ何とかしてくださると信じて感謝しますってね。 1% しか信仰がなくてもその 1% を使うんです。 99% 信じてても 1% 信仰で 99% 信仰を使わない人は祝福を見れないですよね。そこで本当に感謝をしてそれを用いる人はどんなわずかな信仰であっても神がそこから奇跡を開始されるんですよね。日本の児童養護施設、日本の個人がね、いよいよスタートしようとしておりますけれども、これはあの面白い。最初ね、やるときね、ある韓国の大企業、世界的な大企業があって、そこがですね感動してくれてね、手伝いますと言ってですね、なんか半分ぐらい献金してくれそうな感じだったの、大企業だから、ね、ところがですね、最初3億円かかるって話になったときですね、やっぱり導きありませんってね、断られたんですね。これでね、今私はいなかったけど聞いたらですね、秋元牧師はそれはアメリカ行く帰りか行きの直前、行きかな直前で飛行機の中でずっとパウロ牧師はなんか祈ってたそうですね。その一緒に乗った人が言ってました。やっぱりね、それは、ね、助けますって言われたらね、うわ嬉しいなと思って期待するじゃないですか。そしたらそれが最初に取られたんですね。これでガクッとくるわけですよね。でもそこで徹底的に感謝して従ってきたら、最初は3億円の予定だったんですけども、今は大きな風に大きな個人を作るっていう方向じゃないんです。国のやり方が小さなファミリーホームをいくつも作るっていう方向に、国の政策がそうなってるので、そうしないといけない。その結果土地はガバッと買って3000万ぐらいですね。で、で今、家も3500万ぐらい建てるんですね。で献金もあってですね、いよいよ今年中にはおそらく建物は建てし、場合によってはスタートできるかもしれないということですね。もう今は現実にですよ、信仰じゃなくて現実にそこまで話が来たわけですね。いよいよできるようになったんですね。でも一番頼りにしてたその大企業の方がね、向こうから助けてくれてってすごい期待してたのに取られたんですね。これ面白いんですよ。しばしば起こるんですね。神が奇跡とか技をなさるとき、ね、人間的な頼りとか、あるいは最悪が来る。でもそこから逆転が起こる。で感謝する人はその奇跡を見るんです。でなんでこれ二つ目 ね、そして三つ目はですね、さっきの捨て罪の話もしましたけども、従っていくってことがすごく大事になってくるんですね。で神様の奇跡を見るときに私たちのポイントになるのは、その中で本当に主に従っていくときに神様の奇跡を見れるってことをね、どうだろう、覚えてほしいというふうに思います。ただですね、本当にこの、悔い改めてそして、感謝して従っていこうと思うときに、土台に何が必要かってことなんです。土台にね、特に国にこれから終わりの時代、すごい厳しい時代になるわけですね。その時にね、土台に何が必要かってね、主を愛する愛がないと難しいんです。聖書によれば、景挙の前の3年半黙食の時にすっごい技が起こるけど、それは同時に迫害が起こるって言われてるんですね。だから私たちが信じているリバイバルっていうのは、ただ奇跡が起こって癒しが起こってすごい晴れるよってだけじゃなくて、同時に聖書ははっきり迫害とか殉教を語ってるんです。つまり非常に厳しい困難の中ですごい奇跡とか救いが起こってくるぞってことをはっきり聖書は言ってるんですね。ということは、私たちはそのすごい奇跡を預かるんですけど、一方で迫害や困難もあるわけですね。私は正直言うと、個人的にはですね、よく景気をしてあげたい人っていう人は手を挙げるんですけど、私は正直言うと景気まで行きたくない。景気まで行こうと思うと黙示録を3年半通らないといけない。すごい奇跡を見るけど、3年半迫害と殉教の時に生き残るということだから、私日本の歴史を調べたでしょ、殉教と迫害の。日本の迫害とかね、拷問ってね、ものすごく残酷なんです。これ本当に殺さないんですよ。殺さないで信仰を転ばせることが目的だから、ものすごく残酷なんですよ。で3年半経って敬虚するってのは素晴らしいんだけど、私はできれば1年ぐらいでリバイバルの真っ只中でですね、それでも神生きている十字架以外に救いはない、バーンと打たれてね、一瞬にしてパッと天に帰っていくのが私の願いなんですね。でその時よみがえりを祈らないでください、ね、いやその頃はよみがえりいっぱい起こってるでしょうからね。でも、ね、天に行きたいと思って、これ目標が分かってきたら、ね、大真面目と思ってるんです。天国って間違いなくあるし、最高の仕事だから、リバイバルは体験したいんだけど、3年半すごい迫害とともにリバイバルが来るわけです。で若い人たち、その中を皆さんは生きます。信じるか信じないか自由です。でも信じても信じてなくてもそこを通らないといけません。もしかしたらそこまで来てるでしょう。そうじゃなかったら毎年バトモスに行ったり、スタイに行ったり、こんなことは起こらないですよ。
我々がなぜそういう恵みに預かれているかって、本当にそれが近くで出ているから、そういう恵みの中で神は教えてくださったことなんですよね。黙示録だって開かれなかったのに今開かれてきたじゃないですか。これは今までないことですよね。で明らかにそれは違う。でもその時にね、そういうすごい迫害の中でそれでも主に従って神の栄光を見ていくの鍵は、土台にね、本当に主を愛する愛がないとね、困難の中で感謝をし、本当にこれから悔い改め従っていこうと思うと、その愛がないと、愛が土台にないと難しいんです、ね、祝福されるから従っていこうっていうのはね、困難も来ますからね本当に土台に神様に対する愛なんですよね。じゃあ神様を愛するためにどうすればいいか、神様があなたのことをどんなに愛しているかを知る必要があるんです ね。で皆さんね、十字架にかかるほど私たちのことを神様愛してくださった、その愛をあなたはどれぐらい知ってるでしょうか。求めればいいんです。神様あなたの愛をもっと分からせてくださいって具体的に乗ればいいんです ね。で本当に主に乗って、ね、その神様との交わりを深めてほしいんですね。で土台に本当にその主への愛があるときに、私たちはこの終わりの時代ね、現れてきます。で今年はね、はっきりこの言葉が来ましたから、今とちょっと違うんですよ、御言葉の形が明らかに始まってくるんですね。で今年は間違いなく家族信徒が救われてまいります。で個人的にはね、私7世紀の牧師と示されてることなんですね。この日本の礼の大会が完了した後に、家長それから長男、こういう人たちが明確な救いと献身が始まるって示されてるんですね。で皆さんね、私はそう真剣に乗っておりますね、80代90代の方の明確な救い、まあ、70代60代まで祈ってますけども、それから、クリスチャン2世3世の人たちが本当に神様に出会ってボアゲンをして献身してくれるように祈っております。まあね、2世3世で 10代20代だけじゃないですね、2世3世の30代40代50代ぐらいまでいますから、そこまで祈っておりますねいや本当に祈っております。でこれね、で私答えられると思ってるんですね。楽しみにしてる、来年の今頃かしてでしょうね。ただね、もう一度言いますよ、困難が来ると思いますね。でクリスチャンは困難見たときにね、とかね、とかね、なんで神様いないなんていうのは、これはとんでもないですよね。来たなって、ね、いよいよ神の輪が起こる直前だなと思って、それを真正面から逃げないで感謝をして、そして罪があったら悔い改めて、そして神に期待してください。今年はそういう働きと技に預かる年になるということをね、どうぞ覚えておいてほしいというふうに思います。なんかもう一個話そうと思ってたんですよ、飛んじゃった最近そういうことが多くてもう一個話せたのになんか飛んじゃいました、すいません。やっぱり1月1日は短く説教終わるということでしょうかねもう一つ話せたことが飛んだので、思い出したら1月、4日だっけ、今度日曜日にお話しますので、礼拝でお会いしましょう、申し上げますね、今年は主の技が始まってくる年、リバイバルに向かって、だから本当に救いの働きとかが起こってまいります。しかも救われて教会に来ない人が今まで多かった日本は、今年は日本に教会に人々がつながり始めていきます。で期待してください。で長年待ってて起こらなかった人な、長すぎると人は期待しないわけじゃないけど、いつかと思って、そのいつかはもういつかなっちゃう。でもね、具体的に今年度期待しましょう。私もあなたも弱いです。一切のためです悲しいけど、でもその同じの怖いために神約束されました。私もあなたも自分じゃなくて、この神様に期待しましょう。そして御川教会で共に悔い改め、共に感謝しながら、主のおっしゃることに、主を愛するがように従っていって、神の成就を見ましょう。それは私たちのね、本当に祝福者される素晴らしい栄光のおつりになるということをね、どうぞ覚えてほしいと思います。お祈りしたいと思います。天のお父様、御言葉をありがとうございます。1月1日のこの日に共に集まって、神様を礼拝でき、御言葉に行くことができてありがとうございます。どうぞ私は今年度も始まってますけど、この2015年も神様と共に歩みながら、神様が約束してくださった主の技を、恐るべきものを見ていくことができるように、力強い見て思って導いてください。感謝します。ありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。全体でお祈りしたいと思います。罪があるとお祈りはいかれませんので、まず悔い改めしましょう。主はやりました、何をしてほしいのですか。今具体的に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってください。
主はその願いと求めに応えられます。天皇様、一人一人の心と体を癒し、問題に対する解決、勝利を具体的に与えてください。イエス・キリストによって心と体を癒せよ。イエス・キリストによって心と体を癒せよ。自分の中に霊的問題を感じている方がいます。でもその方は解放が近いです。あなたはそれを感じ認めたので、もっと素直に大胆に求めなさい。完全な解放が具体的に現れると主は言います。ある方は問題が起こるたびごとに周りの責任とか状況のことばかりを考えていますが、あなた自身に問題があります。それを認めなさい。認めるならば神の手が入ってきます。あなたはあなた自身が癒され解放され、そして勝利するのを見ていくでしょう。状況とか周りのことばかりを言うのではなく、あなた自身をしっかりと見つめなさい。あなた自身の中に問題があります。私はそれを責めているのではなく、それを癒し解放し勝利を与えたいと願っています。私の前にそれを差し出して認めなさい。私はそこから癒しを与え解放を与えようとしております。膝が痛んでいる方、腰が痛んでいる方、この腰かなり長いです。イエス様、腰に触れてください。イエス・キリストの名によって完全に癒せよ。イエス様、あなたが完全に治してください。腰を癒せよ。座っていても平気なように、歩いていても平気なように、腰に膝に触れてください。イエス様って治れ。イエス様、ありがとうございます。ありがとうございます。オンラインをしている方々に神様の癒しを与えてください。イエス様、躁うつ病、統合失調症、不安神経症、パニック障害、イエス・キリストの名によって心の病、精神の病、癒せよ。またその病をもたらしてきた悪霊の力を、その人の力、キリストですよって命出て行け。イエス様、ありがとうございます。感謝いたします。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。思い出しました。3分だけ時間ください。3つ目ね、聞き従うという時に思い出しました。去年1年間振り返った時に、私一番個人的にね、祝福受けたことはね、パトモスに行けたことなんです。でパトモスにはっきり神様行きたいじゃなくて行かないといけないと思った。ローマがあったから。ところが最初は信仰持ったんだけど、何度か話しましたけど、献金が何回か来たんだけど、全部生活費があって、もちろん指定献金じゃないかぐらい生活費が優先しますから、当然、ね、借金していっちゃいけませんので、支払いを滞らせていっちゃいけませんので、支払ったらね、結構大きかった献金はね、2回ともなくなったんですね。もう2日も経たないうちにね、支払いをしたので。で私恥ずかしいけどね、もう諦めたっていうか、なんかまあ献金来てもいけないなと思って、なんか記憶がなくなったら、直前の日曜日の夜の礼拝でパウロ牧師がそのオンライン見た時に、その求めることを失ったらクリスチャンはもう奇跡を見なくなると、ね、神様に求めるってことをもっぴん言われたんで、何度も聞いたことなんだけど、なんかすごく迫ってきて、その時あのすいませんでした神様ってね、本当にパトモスに行くために行かなきゃいけなかったのなら、どうか今からでも遅すぎることはないので、ね、神様悔やみますね、どうかもう一度当ててくださいって真剣に求めたんですよ。その言葉を聞いてちゃんと悔やみて神様に。そしたらその後、まあ、長崎大学の人のカウンセリングをしたんですけれども、その時で携帯に電話かかってきて、それでその後感染終わった後かけ直したら、パトモスのために献金したいってことだったんですね。二人の方からです。とかそれで足りなかったんですね、遅れた結果。遅れて足りなくなった分を別の人がまた献金してくださったんです。全部九州以外の人なんですよ ね。だから結局私のなんかじゃなくて、全く神の手が動いたんですね。で向こう行って足りなくなったんですね。やっぱりね、結構1本800円のコーラ飲んだりしたからね。すごい高くて ね、ローマはね、そんなとこ普段入らないけどね、ちょっとね、ご飯が安かったら入ったら飲みも高かったん で、それ でお金がなくなってきたら、商店行く時に2人の人が待ってて献金くれて、あと携帯忘れたらホテルのフロントを取りに行こうと思ったら持ってきてくれた人がいて、はい、忘れたでしょって iPhone くれて、その時一緒に献金くれて、でそれで全部賄ったんですね。でそういう奇跡を体験したんですけど、あの時私はあの日夜語られた言葉に応答して本気で乗ったんですね。すいませんでしたって応答したんです。従ったんですよね。であの時もし祈ってなかったら、じゃあ奇跡はなかったと思う。でそのパトモスで私は黙示録が開いたんです。私の信仰根本から変わりました。今はっきり自分で分かります。天国は、ま、前から信じたし隠してましたけど、そなんかちょっとレベルが上がったんですね。はっきり天ってことは霊に分かります。それとこの本当に向こうこそが本当の場所だって分かるから、信仰は本当に変わったんです私。だからそれが大きかったのは、それはあの日祈ったから、言葉に応答したんです。で皆さんね、神に促されたことに応答してください。
そうすると神様が祝福してくださるということはね、いや、覚えてほしい。これが3つ目のポイントでした。神様、誰か祈ってくださったんですかね。もし祈ってくださった人はありがとうございました。思い出しまして、ね、あのということでした。伝言しましたけど、これで今日終わりにしております。お立ちください。ハレルヤ、賛美します。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも豊かに限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。